中学3年生の皆さんこんにちは方程式チューバーです今回この動画では前回複二次式の問題の宿題として皆さんにお伝えをした x4 乗 -3x2 乗プラスの9こちらの因数分解の解説をしてみたいと思います宿題としてやってくださった方々はどのような回答をしていくのかまたこの動画を初めてご覧になられた方はどのように因数分解すれば因数分解ができるのか そちらの方をしっかりと学んでいただきたいと思いますではこの複二次式複二次式というのは式に登場している文字が x の2乗と x の4乗だけ x の3乗や x の1乗は登場しないんですね x の4乗と x の2乗とそして定数個数字だけが登場している式のことを複二次式と言いますそれの因数分解ですそこでこちらの式の因数分解のポイントは 四角の二乗マイナス三角の二乗の形を作ろうということです。その理由は四角の二乗マイナス三角の二乗は因数分解すると、カッ四角プラス三角、カッとチカ四角マイナス三角になりますよね。では、このことを踏まえて、とは言っても、突然この形にすぐにできるわけではないんです。この式、どこに着眼すればいいのか、目を向ければいいのかというと、ここ、黄色いマーカーをつけたところです。 この式のポジションを入れ替えて、x の4乗、何かが入ってきて、プラスの9、そしてこれを一番最後に持っていって、マイナス 3x の2乗としてあげましょう。次に、赤いアンダーを引いたこの部分を、カッコの2乗という形にするためには、この丸にどんなものを入れたらいいのか、それを考えてみましょう。すると、マイナス 6x の2乗か、プラスの 6x2 乗が、この丸の中に来れば、 赤いアンダーを引いたところ全体はカッコの2乗になるはずなんです。ではやってみましょう。この丸の中にマイナス 6x の2乗が入ったとすれば赤い並々のアンダーのところはこのようになりますよね。後ろを続けて書けばこんな風に書くことができます。あれどうしてここ間を空けたのって思われた方。この式とこの式を同じにするためには実は ここに何かをつけてあげなければいけません。それが一体何かというと、プラスの 6x の2乗です。なぜか。無理に、マイナス 6x の2乗を無理に入れたんだから、打ち消し合うために、計算すると0になるよね。プラスの 6x2 乗。マイナス 6x2 乗だから、マイナスだから。プラスの 6x2 乗を入れてあげると、ここだけは計算すると0になります。すると、消えちゃうわけだから、x の4乗。プラスの9。 マイナス 3x2 乗、ちゃんと元に戻りますよね。そこで赤いな々のところを因数分解してあげると、カッコ、x2 乗マイナス3、カッコ閉じの2乗です。これが赤いな々のところ。ここは同類項だから計算をしてあげると、ここにその計算結果を書けば、プラスの 3x2 乗になります。この式を見て、この形を作ろうっていうテーマに合ってますかここがプラスだから、 マイナスにはなっていませんね。では次に、同じようにして、こちら、この丸の中に、プラスの 6x の2乗を入れてみましょう。すると、この赤い並々のところに、ここ、プラスの 6x2 乗が入ったわけだから、このような式になりますよね。この上の式と同じことをこの後に書いていけば、こんな感じになりますよね。でも、無理やりここに、プラスの 6x2 乗を入れたから、 この式と同じになってるかというと、なっていないんです。その関係でこちらには、打ち消し合うために、プラスの 6x2 乗であれば、マイナスの 6x の2乗を書いてあげましょう。ここを計算すれば0になるから、ちゃんと x の4乗。9。ここ0だから、マイナス 3x2 乗。ちゃんと元に戻りますよね。ところでこの赤い並々、このアンダーのところを因数分解してあげると、 カッ X2 乗プラスの3カッコ閉じの2乗になります。これが赤い並々のところ。あと残ったこちらは同類項だから計算をしてあげると、マイナスの9、X の2乗になります。さあ、この形。この形は方針のテーマ。四角の2乗マイナス三角の2乗の形を作ろうというテーマに合ってますよね。そこで X、X4 乗マイナス 3X2 乗プラスの9を、この式だね、この式を このように書き換えてあげましょう。そして次に、このカッコの中の x2 乗プラスの3をラージ b と置いて、qx の2乗をカッコを使って sin x の閉じの2乗としてあげると、この式はラージ b の2乗マイナスカッコ sin x の2乗になります。もう、この式そのものですよね。因数分解をしてあげると、カッコ l a r b プラスの sin x、カッコ閉じ、カッコ、 ラージーマイナスサ X になります。ラージ B は仮の姿でした。X2 乗プラスの3。つまり元に戻してあげると、カッ X2 乗プラスの3、プラスサ X。これがラージ B だったよね。これですね。同じくこちらは、ラージ B が X2 乗プラスの3だから、X2 乗プラスの3、マイナスサ X になるわけです。この式、公益の順に整理をしてあげれば、 答えをここに書きますからね X2 乗プラスの 3X プラスの3カッコ閉じカッコ X2 乗マイナス 3X プラスの3カッコ閉じになるわけです今回は複二次式という少し難しい因数分解の解説をいたしました何が入ればこの形最終的に四角の2乗マイナス三角の2乗になるのかここに入る候補は実は2つあります2つあるけれども 打ち消し合うその数字がどのように絡んできてこちらの四角の二乗マイナス三角の二乗の形が出来上がるのかそれがこの問題のポイントですお疲れ様でしたまた勉強頑張りましょうでは